土井駅前のメインストリート土井町は、愛媛県の東予地方、馬地域にあった町。馬地域の西一町一村の合併により、地方自治体としては廃止し、四国中央市の一部となっている。1985年に四国で初めて高速道路が開通した町である。御用松や里芋の産地としても知られる。 東に、いよみ島市、西に、新居浜市と、四国有数の工業都市の間に位置する。北四国の幹線交通軸である国道11号、松山自動車道、JR 予算線が東西に貫通し、交通は四国では便利な方と言える。南に、中央構造線により切り立った赤石山系の山々が連なり、北は日内灘に面している。 その間に平地が東西に広がり、農村地帯を形成している。愛媛県道13号三部川、新居浜野田線の沿線の本町東部、伊予美島市寄りの地域には工場や倉庫が張り付きつつある。伊予美島市や新居浜市の工場等の事業所へ通勤する人も多い。土井町の警府。町村静止工事、常々村井、長津村、野田野田村、藤原、 中村小藤村、小林1954年3月31日、天馬天馬村合併、調整志向、万崎村土井町、株崎株崎村、浦山、土井土井村、旗野、入野、上野2004年4月1日、関川村、新設合併、北野四国中央市、川野江市、いよみ島市、新宮村、 百8 9 5年7月1日満先村が天間村と株先村とに分割。1940年2月11日常村と野田村とが合併、長津村成立。土井町以外の合併以前の系譜は、それぞれの市町村の記事を参照のこと。ありがとうございます。